しこたまちゃん麺、しこたまちゃん麺、新しい麺になっちゃった、あまりの寝不足により今日はですね、直さんのかいあ、そう、はい、しこたまチャンネルのたまです。たかです。今日も一日よろしくお願いします。なんか大丈夫、やっぱ疲れてるとりあえずいただきます。あ、美味しいね、コーヒーも。うん、アイスコーヒーに合ってる。あ、すっきりしてるから。うん、うん、ね、美味しい。今日はですね、キャンプに来ておりまして、まあ、なんでだというとですね、今年初の猛暑日なんです。うん、やばいよね、36度とかもね。そう、で、山は朝晩は寒い、涼しいんだけど、太陽が近いから昼間はめちゃくちゃ暑いんだよね。暑いね。まあ、キャンプに来ていつでも海に入れる環境でグダグダしようかなと。そうね、うん、まあ波がねないんですよ今日、今日っていうか、まあここ最近ずっとあんまないんだけど、ない、ね、うん、だからまあたまには別に海に入りたくなきゃ入らなくていいし、うん、入りたきゃ入ればいいし、うん、ただグダグダとグダグダとただ一日を過ごすという、うん、いいと思います。うん、まあそんなね、人生の中息抜きも大切ですよ。頑張ってばかりじゃしょうがない。現代人に必要なのは休息です。まあ、ただ寝不足っていうね。やっぱ環境変わるとすぐ適応できない。何、寝る場所。そう、いや、ここはね、でもロケーションとかいいんだけど、ロケーションめっちゃいい、道路が近いから。そう、うるさいの、結構音がね。うん、まあ、ほんのこんなで、うん、今日はお昼ご飯は、恒例のたまずキッチン野外編ですね、今日。そうだね。本当だね。ね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。うん、お願いします。はい。波はねえけど。波ないね。暑いから。暑い、まず水浴びだな、これは。ね、風もちょっと出てきてるからね。サーフィン自体はまああまり期待しないと思います。ね、おけいくんは日陰でダラダラしちゃう。おけいくん、肉球かわいいね。おけいくん、ひひひ、行きましょう。I can find
どうですか。軽いね。タルタルソースだね。飲みがタルタルソースだね。じゃあ好物じゃん。でも人いないし、暑いから気持ちいい。お疲れ様でした。1ラウンド終えまして、なんか潮止まりで波がなくなったから上がってきた、ね、うん、とりあえずちょっとお昼作って食べて、そしたら潮動き出す時間になると思うから、そしたらまたちょっと入れれば入ろうか。お腹減った。なんか食べよう。食べよう。はい、お腹減った。今日のたまきキッチンのスタートでございます。はい、今日はですね、パエリア。パエリア、パエリアはどこの国の食べ物だい。スペイン。リアリアしてる。スペイン料理に挑戦です。まずは、うん、玉ねぎをみじん切りにします、はい、これさ、うん、俺大丈夫、浮かれてないこれ。どうか久しぶりの海外旅行に行くお父さんみたいな感じになってない。いいじゃない。そう、今年のコンセプトはね、そういう感じなんです。古臭い、ダサかっこいい、やりたいと思って。昭和な感じで。そう。もうちょっと奥まで。もうちょっと奥まで。全然切れてねえじゃん。切れてる。あー、めいて。いきなりめいて。ちなみに今日はですね、あー、めいたい。朝からそうだけど、IH ヒーターで。そう。エコフローの。エコフローのポタ電を使って、うん、今あのなんだっけ、そっちでソーラーパネル繋いでるんだけど、どんぐらい？なんで？259ワットです。うん、まあまあですか。ね。ちょっと結構たっぷり。ニンニクよりめっちゃニンニクのいい匂いする。その間にパプリカ。あ、今日なんか俺が作る感じじゃなくて、なんかこう二人でやってる感じがいいね。あともう魚介をここで入れちゃいます。海鮮のパエリア。そう、まあ、鶏肉とかもいいんだけど、うん、入れるんだけど、ちょっと今回は海鮮だけにしようかな。これめっちゃいいね。サーフィンしてご飯こう作って、うん、でまた適当に海入ってっていう、はい、確かにこれはサーフキャンプの醍醐味で、最高だよ、ね、しかも今回さ、焚き火もしないから一家も火使ってない。暑いしね、もう夏だからね。 IH いいよね。てかこの電化製品が使える、楽だね。楽、汚れが少ないからね。お湯もだってこれ手とくわかる。そう、しかも俺に関してはさ、海入った時のサーパンのまんまだ。あ、米って炊かなくていい。これからスープとか。え、どういうこと。そういうこと。これを作る段階で一緒に炊くの。そう。あー、なるほど。それは新発見だね。サバちゃん待ってた。あ、水もいらないの。水はあって。これ慣らした方がいい。パエリアってすごい。でも意外に難しくはないんですよ。分量さえ。わー、すごい。海鮮ばっかじゃん。贅沢。めっちゃ贅沢だ。これは贅沢。はい、オッケー。最後に、蓋をして、一回沸騰させます。はい。15分放置。うん。その後は？それでも出来上がり。15分放置して、うん、で。
さらに火止めて、15分蒸らして出来上がりだから30分ぐらいやることなくない？はい、わかりました。はい、出来上がりです。めっちゃ美味しそうね。今日の料理は、はい、海辺で食べる海鮮たっぷりしこたまパエリア。しょこたまパエリア。あ、ここおこげある。そう、おこげ作った。あ、そうなの、わざと。わー、作りすぎたね。おこげしかなかった。まあまあおこげ。まあまあ、おこげっていうか。こげだね。いただきます。うん。うまい。めっちゃ海鮮。うん。めっちゃうまいじゃん。うまい。うまみ強い。だけ入ってるもんね。うん、美味しいね、うん、すごいね。海鮮が入ってないところでも海鮮のあの、うん、風味がね、うん、簡単に作れるのに見た目がおしゃれ、うん、パエリア。これ多分パエリア鍋でやったもんね。パエリア鍋って何？薄い鍋、うん、鍋でフライパンの薄い、うん、取っ手が両方についてる。うん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 。これ何、キョコちゃんはあれなの、タマちゃんが簡単に作れるやつをこうチョイスしてくれてる、うん、基本は簡単だけど映えるやつ。暑い、うん、めちゃくちゃ暑い。これはもう夏になったな。36度ぐらい、36度ある。そう、暑すぎて昼寝もできない。で食べてまた涼む、ね、誰もいない。一人もいなくなっちゃった。ここまで暑いんだ。入ったり上がったり入ったり上がったりして暑い。本日2ラウンド目で砂浜が暑いから川を下る。2ラウンド目っちゅうか水浴びだよね。まあね、まあちょっと楽しんでいきましょうか。どうでした？どうもこうも。で急に、まあずっと風が、音寄りの風がずっと吹いてたから、それで多分だいぶよれちゃった、よれちゃったんだろうね、うん、よくはない。まあよくはないね、はい、暑い中涼めたんで、うん、よしとしようじゃないですか、うん、はい、ご飯食べて寝ます。はい。お疲れ様でした。ショコちゃん、ちょっと立ってください。やだ。なんで？いいじゃん。真っ赤ですね。痛いんだよ。日焼けしましたね、随分と。嫌だね。みんな嫌だと思うよ。今日はショコちゃんをメインに撮ってみました。サーフィンも。ということで、エンディングもこのままお願いします。今日ははい、種ヶ浜のはいいつものキャンプサイトではいサーフキャンプをしました。はい、
で、まあ暑いからね、うん、火を使いたくないから、うん、そのエコフローさんの、はい、私たちが持ってるのはデルタ2マックスかな。そう、うん、まあこれを使って、はい、IH クッキングヒーターとか、はい、ケトルとかを接続して、はい、キャンプはい、しました、はい。まあ、おかげで暑さはね、料理中の暑さとかはほとんどなかったね。なかったね、うん。でまあそんな感じで、はい、今このエコフローさんの何っけ、7月か7月にアマゾンの多分セールがある、はい、だから車中泊とかで、はい、これからまあ暑いの嫌だなとか扇風機を車の中で使いたいなとか、うん、そういう人がいたら、うん、まあ安く買えるかもしれないから、はい、チェックしてみるのもいいんじゃないかなと。そうですね、はい、はい、思います、はい、はい。でそのボックスもついてくるの？そう、この購入した人にはこのボックスがプレゼントされるらしい。はい、うちは使い勝手いいよね。ちなみに、うん、まあまあの頻度で使ってますね。ほぼほぼ使ってる旅来る、旅ってかトリップ来るときは絶対ね、使ってるよね。はい、便利でございますです。はい、ということで、はい、今日はのんびりね、ご飯作ったりサーフィンしたりのんびり過ごさせていただきました。そうだね、はい。じゃあこのまま締めていきましょう。はい、はい、あそこ俺なの？違う、はい、締めんのは俺なのねということで、はい、今日の動画はここまでになります。はい、はい、ショコちゃん、日焼け対策と日焼け後の対策は慎重にと。必要ですか？はい、言ってくれる方はいいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。インスタグラムのストーリーでは私たちの日々の様子をちょこちょこ上げてるので、よければこちらもフォローお願いします。はい、はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。おけいくんは今日ずっとあそこで寝てるずっとずっと寝てるさよなら